皆さん、こんにちは。メディアウォッチャーの笠子と申します。メディアにめちゃめちゃ取り上げられている横浜鶴見にあるデカ盛り有名店、レストランバークですけれども、個人的には全くお勧めできません。あくまで個人的感想ですけれども、もうとにかくね、量が多すぎて、なんていうか、食べ物への冒涜っていうか、罰ゲームやらされてるっていうか、だからなんていうか、いや、多いっていうのは素晴らしいけど、味まずくねみたいな。私、横浜の鶴見に在住してます。この店から歩いて15分ぐらいのところに住んでます。有名店であることも知ってるし、昔からあることも知ってますし、メディア、私もメディアの仕事もしてますから、こういう店めっちゃ取り上げたくなるのは分かりますけれども、皆さん正直、ネタとして面白がってる分にはいいですけど、食べ物としてはもう本当に最低だと思います。ということで、あくまで個人的感想ですからね、紹介したいと思います。鶴見線、JR のですね、鶴見駅というのは川崎駅の隣、川崎と横浜の間にある鶴見という駅があります。JR、京浜東北線が走ってますけれども、JR 鶴見線というのが走ってまして、まあ、工業地帯に行く電車なんですけれども、その JR 鶴見線のガード下に、この昭和レトロなですね、レストランバック、もうこの雰囲気見ただけで、なんかめっちゃそそられるっていうのは分かると思うんです。で、私鶴見はもう小学校の頃に、小学校5年生まで住んでいて、それから、25歳から46歳ぐらいまで、だからもうトータルするともう30年以上鶴見に住んでます。で、確かにこの店気になるなと思ったけれども、いや、だけど普通に鶴見に住んでて行きたいと思える店でもないし、なんとか、鶴見といえば満州園なんですよ。鶴見といえば満州園。満州園はめっちゃ美味しいです。中華屋さん。これはもう有名です。鶴見の人みんな知ってます。みんな知ってますっていうと語弊はあるかもしれないですけど、鶴見といえば満州園。満州園みんな行きます。満州園美味しいですっていうのは、割と鶴見在住の共通項ですけど、鶴見の人聞いても、レストランバーグなんか昭和レトロな、いや、行ったことないんだよねって言って、あんまり聞いたことないんですよ。だけどやっぱり鶴見在住だからといって、意を決してですね、数年前にね、行ってみたんですね。で、ハムカツ定食が有名だということで、めちゃめちゃでかいです。これ、ちょっと写真からでかさわからないかもしれないんですけど、これです。箸持ってこの大きさが4切れもあるんです。本当申し訳ないけど、ごめんなさい。全く食べきれなかったんですね。で、これ、多すぎるから食べきれないのかっていうことじゃなくて、多いだけじゃなくて、正直、私の個人的感想ですから、これ、まずいと思います。まずいです、正直。っていうか、なんだこれは。いや、もうちょっとまともに作れないのかなっていうか、食材もったいなくねとか、もういろいろなんか思っちゃって、では、店も昭和レトロとか、なんか懐かしいとか言えば、まあ、ね、それはいいふうに聞こえますけど、まあ、正直に言えば、綺麗ではないところで、この残飯のようなものを大量に押し付けられるって、いや、もう絶対二度と行かないし、鶴見に来て、この店行きたいです、テレビに取り上げられてって言っても、絶対進めないですし、私は絶対に一緒に行きません。それだったら満州編に行った方がいいです。いや、本当に申し訳ないけど、いや、確かに店構えは昭和レトロでいいですよ、ノスタルジックでいいですよ、デカ盛りっていうことも素晴らしいですよ。でも、もうちょっと味おいしくできるんじゃねっていうか、まずすぎないっていう感じなんです。いや、だから、いや、多すぎるっていうのはまだしも、正直、まずいと思いますよ、これ。まあ、もちろん、なんか味とか気にしなくて、とにかくね、腹いっぱいになればいいみたいな人にとっては、すごいいいのかもしれませんけれども、いや、地元在住ですけど、この店に行きたいとは思わないし、一度行っても絶対に二度と行かないと思いましたし、食材がもったいないと思いますし、こういうのをメディア、面白おかしくメディアが取り上げるのはわかるんですよ。だって映えますから、映えますから、あんな昭和レトロでガード下でデカ盛りで、ご飯とかももう本当、いや、なんかおかしいぐらい山盛りなんですけど、ご飯に対する冒涜なんじゃないかって思ってしまうぐらい、だから本当、これあくまで個人的感想ですからね。ということで、私もメディア側の人間なので、映えるのを取り上げるとか、デカ盛り取り上げるとか、昭和レトロな店取り上げるっていうのは、めちゃめちゃわかります。私がメディア側だったら、めっちゃああいうの視聴率取れそうだから、ね、
取り上げたくなります。で、私ももちろんそのメディア、まあ、個人メディアとしてもやってますから、いや、面白いものはね、その多少まずくても YouTube とかブログとかで、まあ、味はそんなにあれですけど、めっちゃ映えるからおすすめしますみたいな店はありますけども、ここは映えるとかだけ、いや、じゃなくて、もうお願い、もう、いや、もうこういう、なんかね、地元在住だから余計心苦しいんですよ。こういうのが取り上げられれば取り上げられるほど遠方から行ってみたくなると思うじゃないですか。確かに映えるかもしれません、デカ盛りすげえみたいになるかもしれませんけど、美味しくないぞっていうか、食材に対する冒涜じゃないかみたいなことって言い過ぎですかねっていうか、いや、もうちょっと美味しくできないんですかとか、ただ量が多いだけっていうのは、なんか今の時代にそれいいんですかっていうか、いや、なんか、うわ、いや、この気持ち、ちょっとわからないと思いますけど、いや、だからメディアで面白がってね、取り上げられて、地元にね、鶴見に来ていただくのは、地元民としては大変嬉しいんですけれども、いや、地元鶴見に来て、なんか、もう二度と行きたくねえみたいな、なんかこんな残飯みたいな罰ゲーム食わされてみたいな、メディアで取り上げられたから行ったのにみたいなことを思うんだったら、鶴見に来たら満州園の餃子食べてください、美味しいですから、満州園の焼きそば美味しいですから、なんか、こういう取り上げ方が良くないんで、店も勘違いしちゃって、なんか、うえーみたいになってるのもどうなのかなっていうのは、本当ね、地元だから心苦しく思います。本当に。いや、まあ、まあ、これあくまで個人的感想ですから、言ってみたら、めっちゃうまいじゃん、何言ってんのか、そこさん、超うめえぜ、毎週行くぜ、毎日行くぜっていう人もいるかもしれませんけれども、本当にね、なんか何でもかんでもメディアで面白がって取り上げればいいとか、映えればいいとかっていうことじゃなくて、いや、まあもちろんですよ、そのだから一定数ニーズはあると思うんです。もう味なんか関係ねえ、安い値段でいっぱい食いたいんだみたいな人にはいいと思いますけど、メディアで取り上げて遠方から来る店ではないと思うんですよ。そして食材は食材じゃないですか、もうちょっと美味しく作りましょうよっていうか、残す量を出さなくても、いや、だからもう大盛りですとか、もう超でかいですとか、もう本当にね、なんていうか、いや、もうとにかく皆さん、もう私、鶴見在住なので、鶴見の店が取り上げられるのは嬉しいんですけれども、こういう店を取り上げるんじゃなくて、満州園とか普通に美味しい店を取り上げてほしいなと、ただデカ盛りで、面白いからいいやっていうことだけで、なんか食べたりネタにするのはどうなのかなっていうふうに個人的には思います。